いらっしゃいませ。ルーク堂へようこそ。ルーク堂店長のルークとバイトリーダーのあきりです。お待ちしておりました。このチャンネルでは使ってよかったもの、イエイイエイイエイ、っていうものなど、いろいろな商品を紹介していきたいと思います。紹介する商品はルーク店長ではあります。ちょっと待ってくださいよ。 DOD 暑いのいける？知らんけど。知らんのかーい。 DOD の焚き火用グローブです。カラーはタンとこのターキーの2色展開です。DOD のいろいろなギアに馴染みやすいカラーになっています。お値段は、DOD の公式ホームページでは税込み2200円で購入できます。でも Amazon などは少しお値段が上がったのが書いてあるので、購入時は注意してくださいね。グローブですけども、アラミド繊維という特殊な耐熱素材を使用しているため、火を起こしたり薪をくべる時の安全性を高めます。アラミド繊維というのは消防服にも使用されている特殊な耐熱素材です。500度に最大15秒耐えることができますが、断熱素材ではないので長い時間触れていると内部まで熱が伝わり火傷します。注意してください。そして、滑り止め付きで作業がしやすい指先と手のひらのシリコングリップでペグやツールをしっかり掴むことができます。こちらは火を触る方、こちらはペグやツールを掴む方になっています。側にしてこうやって、ほら滑らないでしょ。滑りません。便利ですよね。そしてこの長い袖口で手首までガードします。熱や汚れから守ることができます。そして生地に肌触りのいい綿を使用しています。実際にこうやって履いてみましたけど、履き心地は抜群です。そしてなんと、汚れたら洗濯機でポイッと洗うことができます。汚れを気にせずガンガン使える代物です。実際にこの手袋を使ってこの熱いフライパンを持ってみたいと思います。DOD のめちゃ燃えファイヤーと DOD の椅子です。そしてチャムスの帽子。アキリは浮気症です。でもそんなことは気にしません。それでは早速、このフライパン、あちあちですけども、このグローブで持ってみたいと思います。持ちますよ。全然熱さを感じません。ずっと持ってたらちょっとほんのり暖かいぐらいです。熱くないです。すごい手袋です。注意点ですけども、200度以上のものを掴む場合にはシリコングリップの部分を手の甲側にして使ってください。このシリコンが焼ける可能性があるので注意です。この可愛いウサギちゃんがぐっちゃぐちゃになってしまいます。そしてもう一つの注意点ですけども、アラミド繊維は切れにくい素材とされていますが、絶対に切れないという保証はありません。刃物を使うときには十分注意して使ってくださいね。
注意ですよ。熱いものを触るときはうさぎちゃんは手の甲です。皆さん覚えていってくださいね。そして、もう一つ見えますか？袖口にはこういうストラップがついています。料理とかして使わないときはこういうカラビナとかに、カラビナ持ってる、これにこうやってつけておくと邪魔になりません。いい手袋でしょ。知らんけどのグローブを紹介させていただきました。とても可愛いグローブです。皆さんもアウトドアのお供にぜひこのグローブを一緒に持って行ってくださいね。それでは本日もご来店いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画を見て良いと思われた方、グッドボタンをプチッと押してくださいね。それではまたね。今日の短歌と天ぷらを揚げるのにこんな手袋あったらいいなと思いませんか？こんな手袋あったらいいなと思いませんか？